ま、現在、あの、お酒レセンターの、ーまあ、というを感じてますが、あの、昨年まで、重症法学習をしてしまして、まあ、あの、この分野で、あの、まままあ、今日は、あの、それこれまでの、まあ、活動一環もご紹介しながらですね、えー、このタイトルで、えー、お話しさせていただきたいと思います。で、えー、今日の話の内容なんですけども、あの、まあ、今日聞いていただいている方々が、まあ、ずしも、あの、学研究に、 携わっている方ではないというふうに思いましたので、えー、まず、あの、どうしてまあ臨床データをまあ収束する必要があるのかとい、まあ、ったところからですね、お話をさせていただこうと思っています。で、えー、2番目の話題といたしまして、まあ私がまああのずっとやってきました、まあ電子カルテの導入ですね。えー、まあこれまでの経緯で今どんな形になっているのかですね、そういったことをご紹介したいと思います。で、3番目としてですね、 え、こういう、こう、臨床研究で、まあ、こういうデータを使いたいということになるわけですが、まあ、そのためのデータの形と、まあ、現状の電子カルテのデータの形ですね。まあ、実はここには大きなギャップがあります。まあ、そ、この、具体的な、あところをですね、えー、まとめさせていただいて、では、まあ、そのギャップをですね、えー、どういう方法で、まあ、乗り越えていくのか、埋めていくのかですね。まあ、そういった流れでですね、えー、今日お話しさせていただこうというふうに思います。 はい。まず最初に、えー、臨床データの収集がなぜ必要かということなんですけども、えー、まあ、医療というのはですね、えー、そもそもどういうことをしているかっていうとですね、このスライドの通りですね、えー、診断をして、治療法を選択して、で、その治療を適用して、フォローアップすると。で、まあ、そのまま乗ってくればそれ終わりですけども、まあ、フォアップといってもいろいろありますので、えー、また、こう、診断に戻ってる。 繰りり返すというようよなな形になります、まあ、何かの症状を訴えて実、まあ、診されるわけですが、まあ、いろいろ検査しながらですね、診断に至るとその治療診断に至りますとですね、えー、その治療法どれがいいか実はあの一つ疾患でもあの疾患のタイプによっていろいろ治療法提供、えー、できるものがあの複数あることがありますのでその中の、まあ、どれを選んでいくかということを、まあ、考えるわけですね。 で、えー、まあ、それが手術なんかであればですね、えー、まあ、それなりの大切な、ああ、出張するわけですけども、えー、投薬ということもありますから、まあ、その場合は、まあ、比較的、まあ、ここは単純な話なんですね。で、えー、フォローアップも、まあ、あの、手術の場合だったら、まあ、その合併症がどうだとかいう話になりますし、えー、お薬の場合だったら、 えー、まあ、その副作用があるかどうかですね。まあ、そういった、あことも含めてですね、フォローアップしてまあ、もちろんその治療の効果が、まあ、実際あるかどうかということを、まあ、見ながらですね、やっていくわけですね。で、この、まあ、その医療、実際やっている内容の中でですね、えー、実はこの診断、それから治療法の選択、それからフォローアップですね、こ,この部分については、まあ、やっていることは情報収集と意思決定ということになるわけですね。 何かその医療というと、まあ、例えば神の手とか言ってですね、えー、何かすごいその外科医の先生がこうやると、まあそういう、まああのイメージがあるかと思うんですけども、えー、実際のところはですね、えー、そういった部分よりも、こういうこう、情報収集して、えー、まあ適切に判断していくといった部分が、あの、かなり大きなウェイトを占めている。 いういいとところをです、ねえー、ご理解たただきたいと思うんですね。で実はまあそういうこともあるので、えー、この情報技術と医療というのは非常にあの親和性が強いということも言えます。えー、ですので、まあ、こういう情報技術をです、ね、いかにこう医療に活かしていくかというのは、まあ、かなりあの重要なトピックスだということになるわけですね。 で、えー、実はあの私が卒業した1985年なんですが、それから間もなくですね、えー、非常に強く言われてきたのが、このエビデンスベースメディスンという言葉なんですね。えー、と言いますのは、えー、それまでの医療というのは、あまあ、個人の経験的な知識ですね、えー、からですね、まあ、その先ほどの意思決定をしていくといったことがまあ主流だったわけですね。まあまあ、それしかなかったとしか言わないですけども、 ただ、やっぱりそこには、いろいろその個人差があってですね、えら、ー、い先生が正しいんだみたいなですね、まあ、そんな話になってたわけですけども、やっぱりそれはまあ科学的ではないという話からですね、やっぱりあの正しい研究デザインから導き出された結論に基づいて医療をするというのがあるべき姿だということをまああの強く言い出したということですね。これが1990年。 頃からですね、まあこういうエビデンスベースメディスンという言葉が、あの、頻繁に言われるようになってきたわけです。で、まあこういった、まあ動きからですね、やっぱりその臨床研究をしっかりやっていきましょうということがですね、世界中のトレンドになりまして、 で、生物統計学の方をですね、えー、取り込んで、えー、それを応用する。それから、臨床研究って言ってもやっぱり体制が必要なんですね。まあ、そういう体制を整備して、えー、さらにまあそういう臨床研究をやるための教育ですね、えー。人材育成っていうのも非常に重要ですから、まあ、そういう体制を整えていって、えーまあ、臨床研究をしっかりやって、まあ、多くの論文を書いてという流れになってきたということなんですね。 ではそのもう少しです、ね、その内容について具体的にお話ししたいと思います。でまあ、その順番にです、ねえー、進めていきたいんですが、まず診断ですね。で実はです、ね、そのエビデンスベースメディスンと言いましたけれども、この診断の部分だけはまだアートのままなんですね、現状は。ただ、やはりまあここの部分にもです、ね、将来的にはちゃんとエビデンスベースの診断というのに 至らないといけないと、まあ、私は強く思っているわけですけども、えーまあ、そのためにはまあ実はデータがいるという話になるんですね。で、えー、ちょっとまあその診断ってどういうふうにやっているのかざっとです、ね、お話ししたいと思います。まずまあ患者さんが来られます何か症状を訴えて来られるとそう。すると、えーまあ、そこがあのトリガーになってその症状の原因は何だということを調べるわけですよね。 で、えー、まあ症状をいろいろ聞く。まあ、いつから発症したんだかとか、その症状がど,どれぐらい続くんだとかですね。まあ、そういうことを聞いて、あとまあ診察室でね、あの聴診とか、そういったあ情報はまあその簡単に取れるわけですね。まあ、そういったものを取って。で、えー、最初にやっぱり実施しやすい検査ですね。えー、例えば血液検査、あ尿検査、心電図とか胸写真とかですね。まあ、そういったまあ割とルーチン的にやるような検査をまあ実施して。 で、それからですね、さて、まあ、何の病気を考えなきゃいけないかなって考えるわけですね。で、えー、で、それから、やっぱり、まあ、その、いくつか候補があるわけですけども、その中で、えー、まあ、か、あの、鑑別していかないといけないということでですね、まあ、比較的、あの、まあ、値段は高いかもしれないんだけども、リスクが少ない。 検査ですね。そういったものをまず選んで、情報収集していって、で、最終的にはやっぱり確定診断していかないといけないので、その時はどうしても新種性の高いですね、検査をするという流れになっていくことがまあ多いということになります。で、えー、このまず最初の鳥がですね、症状があって来られた時ですね、あるべき姿としてはこういうことだろうと思うんですね。えー、まずその症状があった場合にですね、 えー、どういう疾患がどれぐらいの確率があるかということを、えー、まあ、情報収集するということが必要ですよね。えーまあ、そのためにはですね、客観的にやろうと思うと、えー、その患者さんの年齢層、性ですね、えー、に応じた疾患頻度というのがまあ取れるはずなんですね。データがちゃんとあればですね。で、えー、でかつですね、それぞれの疾患に対して、その症状がある確率ですね、割合というのがどれぐらいかと。 というのも過去のデータがあれば分かるはずなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、この図で書いてますけども、この横幅がですね、えー、疾患の頻度ですね。で、縦のこの濃い部分ですね。ここまでがその、その疾患においてこの症状がある割合ということを示しています。で、求めるべきはですね、この濃い部分ですね、を総和して、これが分母で、まあ、ある疾患です。例えば疾患 A の確率となると、それのこの濃い部分ですね。 えー、この分子持ってきてという比率でもってですね、えー、まあその疾患である確率っていうのを求まるわけですね。まあ、データがさえあれば簡単な話です。まあということで、えー、実はこういう,こう症状があった時点で、えー、このどういう疾患の確率がどれぐらいかということは実は求めることができるはずで、まあ、これを事前確率というふうに言います。 で、その事前確率があると、次検査していくわけですけども、その検査していったときに、えー、まあ、その、まあ、あの、目標としている、まあ、疑っている病気ですね、えーをを、が、まあ、その、判別されるような検査をするわけですね。で、そうすると、その、まあ、検査において、この疾患が、えー、どれぐらい、こう、判別できるかという、まあ、これ指標がありまして、まあ、あの、感度、得意度という、 ことをよく言われるんですが、これどういうことかと言いますと、その疾患がある人の中で、その検査、所見がプラスになる割合というのが感度なんですね。逆に、その疾患がない人で、その所見がネガティブになる。 でまあこういう指標というのは実はあのどこの施設でもまあたい同じ値を取るということで,ですね、えー、まあ医学領域ではよく使われるわけですけども、まあ、こういう確率、えー、こう指標というのはまあ比較的得やすいだろうと。でこれにですね先ほどの事前確率ですねを使って事前確率 えー、まあ、下の図、これはベースの定理と言うんですけども、事前確率に対して、えー、その疾患の中でですね、えー、その陽性なる確率。それから、えー、疾患がない人ですね、えー、でうう陽性なる確率。これを足して、まあ、疾患がある人で陽性なる確率。これ分子を持ってきたものが、まあ、この疾患あ、証券があって疾患がある確率になるでしょうと。と まあこういう公式ですけども、まあ、これに当てはめると、えー、その検査が陽性になったときに、えー、その病気である確率というのがまあ求まってくると、まあ、こういう原理になっていきますよね。で、実はまあそういうことをこう繰り返していって、えー、診断に至るわけですけども、えー、まあ実はちょっとここには意思決定量みたいなものも含まれてきてですね、えー、その疾患をえ見逃した場合の損失というのをまあ想定して、 でえーまあ、実はその疾患が、まあ、ある程度こう、なんて言いますかね、影響が大きい病気であっても、えー、確率が少なければ、期、ま、待、あ、損失としては小さくなりますよね。だから、えー、先ほど、信州度の大きい検査をすることがあると言いましたけれども、まあ、これはこれで、まあ、その負担度というのがあるわけですから、でそのバランスですね、その検査をする負担度と、えー、それを見逃した場合の損失の大きさ、そこをバランス見ながらですね、 まあ、検査を選んでいってで、最終的に、えー、どれか一つの疾患ができるだけ1に近いような状態を持っていくというのが、まあ、診断プロセスということになります。で、えーまあ、こういうことを進めるためには、えー、やっぱりまあ最初に言いましたように、まあ、年齢層、それから性ですね、ごとにまあ疾患頻度ってどれぐらいあるのかっていう、まあ、基礎的なデータに加えましてですね、えーまあ、その疾患ごとにですね、 えー、どういう症状がどれぐらいの割合で起こるのか、あるいはまあ検査だったら、この検査がどれぐらいの割合で陽性なのかといったデータがざっといるわけですね。で、かつ、実はですね、ちょっと今日はお話ししませんでしたけども、えー、そういう所見間の相関関係というのもですね、えー、ちょっとまあ必要でありましてですね、つまり、えー、ある検査が陽性だったから、なぜこっちの検査も陽性になるというような検査はあんまり意味がないし、 えー、できるだけあのそこの相関が薄い検査同士を組み合わせた方が、鑑、まあ、別に有効ということがありますので、まあ、そういった情報も、まあ、必要だということで、まあ、こういうものを集めていけばですね、実は客観的に、えー、診断もできるということになっていくわけですね。で次にあの治療法の選択についてお話しいたします。でえー、治療法の意思しというのは、2つの軸で見ていくんですね。1、えー、つはその治療の有効性、もう1つが安全性。 いうふうに言われます。で、有効性というのは、まあ、要はその病気が、えー、対処となる病気が、どれぐらい良くなっていくかということの指標で、まあ、これはあの、疾患のタイプによって、 えー、いろいろあります。まあ、治癒率であったり、まあ、非常に精神に関わるような病気であれば、生、生存率ということが非常に重要であったりですね。もしそういう関係がない、精神には関係がないけども、生活を不治癒するような病気であれば、えー、こういったライフの指標が一つの指標になるとかですね。まあ、そういうことで、まあ、こういうのをアウトカム指標というふうに言いますけども、えー、そういったものが、あ、有効性の評価基準ということになります。 で一方、安全性のはうは、えーまあ、要は例えば薬であれば、副作用がどれぐらいの発生率で起こるのかといったことですよね、えー。ですので、まあ、その副作用であるとか、まあ、これ実は有害反応というふうに普通言いますけれども、えー、それから、えーまあ、手術なんかだったら合併症ですね、えー、実は合併症がどれぐらいの率で起こるのか、まあ、こういったものが、まあ、安全性指標ということになります。 で治療法 A が治療法 B より優れているというのはどういう場合かというと、まず一つの場合はです、ね、治療法 A が治療法 B よりも有効性が勝っていると、と安全性は同等だといった場合は、えー、治療法 A がいいということになりますね。あるいは、有効性は同等なんだけども、治療法 A が治療法 B より安全性が勝っているという場合も、やっぱりあの治療法 A がいいということになっていくわ。わ いくわけですね、こういった2つの指標で、この患者さんにとってどちらの治療法がいいかということを判断していくということになります。で、これもですね、客観的に過去のデータに基づいてですね、判定すべきだということになるわけですが、まあ、普通にですね、そのある患者さんにその治療法 A、治療法 B、適用して、その有効性を比較するとですね、えー、実はこの適用による行楽というのがですね、 かかってくるんですね。えー、例えばまあ、まああの、新しい治療法と、まあ、従来の治療法があって、新しい治療法というのはどうしても重症の人に、まあ、適用しようかと。まあ、今まであのやってた治療法で十分治るという見込みがあれば、それはまあ従来の薬でいくというような傾向が、まあ、あったりするわけですね。そうすると、どうしてもその新しい薬の方が、まあ、重症の患者さんに使われているので、 え、結果が悪いということになってしまいますよね。このようにですね、え、そういう治療法、治療を適用するときに、医師が、まあ、そのアウトカムですね、結果に及ぼすような因子に影響されながら、選択している治療法を選んでいるような場合には、それによる幸楽というのが必ず発生して、これは、それを除いた形でですね、評価しないとダメですよということになるわけですね。 まあこういうのを適応による交絡と言います。で、この適応による交絡をどうやって除くかということで、えー、実はいくつかの方法があるんですね。で、一番よくやられるのが、このランダマイズコントロールトライアルという方法です。で、これはですね、対象の患者さんを特定します。で、その上で、えー、まあくじ引きのような形でですね、えー、まあその目的の治療をやる分と、えそ、ー、えそれのコントロール分ですね、対象の治療をする分と、 えー、二つに分けて、で、その結果を比較するというものなんですね。まあ、これも明らかでですね、この、まあ、先ほどの適用のラっというのがしっかり除けて、えー、非常に、あの、真実に近い形で結果を導き出してくれるということで、えー、実はそのエビデンスベースメディスンがつえられてですね、盛んに行われたのが、このランダーバイスコントロールトライアルなんですね。 で、えー、もう、まさに、エビデンスを売るためには、これやらないといけないんだ、というような、えー、まあ、その、時代がずっと続くわけですが、ただですね、やっぱりやっていると、えー、いろいろ問題が見つかってきたんですね。まず一つはですね、どうしてもコストが高くなるんですね。えー、で、まあまあ、丁寧に丁寧にやるわけですから、まあ、そのためにコストが上がっているわけですけども、実際、その今、まあ、あの、お薬を世に出すためには、まあ、こういう、 ランダーマイズコントロールトライブは必ず必要だということになってきて、で、そのためのまあコストが非常に膨大なものですから、まあ、それが全部お薬の値段に跳ね返ってきてるわけですね。ですから、最近の新薬ってみんな高いんですよね、えー。ですから、まあそういう意味で、まあ、あの、まあ慎重にやればいいということだけ考えてたら、まあ結果的にその値段が大薬ばっかりになっちゃうみたいですね。ネガティブな面もあるということもですね、頭に入れておかなきゃということですね。 それから、どうしても値段が高くなるので、えー、対象疾患、対象患者数を絞り、絞りたいと当然なりますよね。 で、だから、その有効性が、あの、証明できるギリギリの線でですね、えー、こういう、え、臨床試験をやるということになりがちなんですね。そうすると、やっぱりその、ややかしい症例、例えば高齢者の方であるとか、何か合併症を持っている方っていうのは外して、割とこう、その病気だけ単独で、比較的、まあ、若い層の方々を選んで、試験しましょうみたいなんですね。まあ、そういうふうになりがちなんですね。 でまあ、そ,れはそれでまあ有効性が評価、証明できたとしても、じゃその薬、実際市場に出ていくときには、高齢者であるとか、えー、合併症のある人にもまあ使いたいわけで,で、それについての,まああの有効性、安全性は評価できていないということになってしまうと、まあ、ある意味、片手落ちなんですね。それからもう一つ問題なのがまあ倫理的なジレンマですね。 えーまあ、ガ癌の患者さんなんかよくある話なんですけども、えーまあ、既存の治療法では、えーまあ、見込みがないということで分かってきて、まあ、その今開発中の新しい薬にかけたいと、まあ。心情的には非常によく分かる話なんですね。でえー、なので治験を申し込みますということになるわけですがで、でもその治験を申し込んでもその患者さんがその新しい薬を投与されるとは限らないんですね。 は、先ほどの、えー、くじ引きで、えー、ひょっとしたら既存の薬に当たることもある。まあ、これ実は二分の一の確率であるわけですね。まあ、というように、まあ、その人の命がかかっている状態で、まあ、その人自身は、えー、まあ、一か八かで新しい治療法を望んでいてもですね、えー、この知見の世界に入ると、えー、まあ、くじ引きでですね、えー、場合によってはそのお逆の方の従来の薬が、 ああ、割り当たれるということもある。まあ、これが、果たして、えー、倫理的に、え、いいこと、だいあの、お、認められるべきことなのかということは、まあ、いつも議論があるところなんですね。<laughs> ということでですね、えー、まあ、そのランダマイズコントロールトライアルも、えー、まあ、その、信頼性が高いという意味では、いいんですけども、えー、まあ、いろいろ欠点があって、えー、やっぱり新しいやり方をですね、えー、まあ、模索して、 したいという動きがあったわけですね。これがですね、実は表現としてはこのリアルワールドデータを使った観察研究ということになってくるわけです。で、このリアルワールドデータというのは、ま,あ、まさしく、まあ、電子カルテ等のですね、実際、あの、診療の時に使っているデータですね。これらを緻密に分析すれば、えー、先ほど申し上げたあー適用によル交絡を除くことができるんじゃないかと。 いうことで、まあそういうそのメソッドもどんどんまあ開発されてですね、発表されてきたわけですね。ですからまあそういうやり方というのもありじゃないかということにまあなってきているわけです。で、えー、当然そのまあ現在存在しているデータを使っているわけですから、まあコストはかからないはずですよね。から、えー、まあ実際高齢者であっても、えー、合併症ある人でもまあ評価に加えることができるので、 えまあ現実の色にまああの即した評価ができる。まあ、ここがまさにしくリアルワールドデータですね。実はリアルワールドデータっていうのは、アイディールワールドデータに対することを私は生まれてましてですね。アイディールワールドデータというのは先ほど言った選別した患者部分ですね。ということであって、まあ、それがまさしく実態に即したデータを使って評価するんだから、より信憑性があるでしょうということになる。で当然、ああランダマイズ・コントロールチ・トライアルランダマイズしてということはプロセスがありませんので、 えー、倫理的ジレンマはないということになってくるわけですね。でただ問題はですね、じゃあこのリアルワデータが本当にあるのかというところがですね、えー、一番の問題でありましてですね、えー、まあ、そんな、あの、高品質の大量のデータがですね、まあ、そういう、まあ、知見に変わるようなですね、えー、データが本当にあるのかというのがですね、 まあ実は問題で、実はここ、まああの日本だけじゃなく世界的な問題にはなっている。ただ、世界中が、まあそうは言い,いながらも、このソリューションを、えーえー、出してですね、えー、まあ実際にリアルデータを使った研究がされてきているということはあります。で、えー、一例示しますけれども、これプロペンシティスカワーを使う方法なんですけれども、えー、このプロペンシティスカワーというのはですね、ロジティック 回帰分析を使って、えー、実はお薬を使う確率というのを求めるんですね。つまり、重、え、症、ーまあの人は、まあ、こちらの薬使うでしょうというような傾向があるとしたら、えー、その確率をいろ、まあ、んな背景情報からですね、求めてやって、同じその確率を持つコントロール群ですね、を選ぶと同質のものが選べる。つまり、えー、投与群から えー、その、薬を使う確率を求めて、これ、プロペンシティスコアって言いますけども、同じプロペンシティスコアのものを対象群から選んで、それをですね、えー、再度、こう、二つの群に分けていって、えー、で、その二つの群で比較すると。こうすると、えー、この、投与群と対象群で、えー、同等の比較的品質な症例を二群に分けていることになるので、 えー、まあ,あ、ランダムコントロールとられると同じような形での評価ができるんじゃないか。まあ、こういう原理ですね。まあ、こんなものも、まあ、編み出されているということであります。それからもう一つですね、えー、注目すべき動きがあるんですね。えー、これはあの、パーソナライズメディスト。まあ、日本語で言うと、個別改良ですね。 で、えー、実はオバマ大統領がですね、えー、これ年頭したということで有名になったんですが、その時はプレシジョンメディスンという言葉をね、えー、オバマ大統領が使ってたんですね。で、これでまあ一気に、えー、こういう、潮流がですね、注目されるようになってたんですね。これをですね、どういうことかっていう原理をわかりやすく説明したいと思います。 で、えーまあ、新しい薬と、まあ、標準薬ですね、があったとします。で、これについての評価をしますと。で、えー、100例ずつですね、評価しましたと。で、そうそうなんと結果がですね、新薬でも、まあ、その標準治療でも、えー、まあ40、40%の効果でしたというね、まあ、こういう残念な結果が得られたというのも、まあ、こういうふうにある話なんですねで。ただですね、実はその新薬というのは、まあ、分子標的薬といって、割とそのターゲットがはっきりしている。 でだからその、そういう,こう因子を持ってる人には非常によく聞くんだけど、実は同じように疾患で見えても、いろんなタイプありますから、そういう因子を持たない人もいてるわけですね。そういう人には全く聞かないということは当然よくある話なんですね。で従来の薬っていうのはそうじゃなくて、まんべんなく聞きますよと。そしたときに、そういう、まあ、因子アルファがある人が、実はこの100人の中に40人おられたとすると、 実はこの新薬、その40人に対しては効果があったと。これはまあ、その残りの60人に対しては効果がなかったという結果で、で、標準治療の方はまんべんなくですね、えー、4割の人に効いてたということだということがもし分かったらですね、じゃあどういう治療、えー方,のえー、方針を立てたらいいかというと、まず治、因子アルファを調べて、それがプラスだったら、えー、その新薬を使いましょうと。 もしない、マイナスだったら従来の薬使いましょこれが、えー、一番最大効果を得られる戦略というふうになるわけですね。ということで、このアルファを探しましょうというのがですね、えー、結構大事になってくるわけですね。で、実はこのアルファを、の候補はいろいろあるんです。で、まあ、ちょうどこのオバマ大統領が演説したときは、そのゲノム医療をですね、 盛んにすべきだという、まあ、そういう主張の中で出てきた話なんですけども当然その個人の体質というのがそのゲノムシークエンスに現れてますからそういう情報と合わせるということもありますし、まあ、もう少しスペシフィックにですねある組織の DNA あるいは RNA、エピゲノム、マイクロ、えー、マ、まあ、ケチナー、マイクロアリネですね。まあそういったものが対象になる。まあこれはまあ最近のトレンドですが。でも意外と、えー、まあその、病態をしっかり観察すると、えー、経過の違いでその判別ができますよとかですね。ということもあるかもしれないし、あるいはその画像に実は特性が現れているっていうこともあったりしますよね。だから、そうするとなる情報は、何しもうそういうこう DNA 系、 に限らなくてもいいわけですけれども、まあ、いずれにしても何かそういう、えー、同じような疾患に見えてても、えー、何かの因子で、えー、分けることで、えー、その因子を見つけたら、そちらの方には薬がよく効くというようなものを探すことができる可能性があるわけですね。こういうのを探索的な研究というふうに呼びます、まあ。ということで、この探索的な研究をする上でもですね、 えーまあ、こういう因子のデータさえあればいいというわけにはいかなくって、やっぱりまあベースとして、ですねその疾患を対象にしている以上は、その疾患の重症度であったり、タイプであったり、そういうまあベースとなる情報が必要ですし、であのアウトカム情報ですね、それが得られた上で、かつまあこういう新たな因子のデータです、ね、をかぶせて、まあ、そこで分析するということになりますから、まあ、結構まあいろんな情報ですね。 データを集めていかないと、この研究はできないということになる。これも RCT の流れとは全然違う流れでの研究データの集積ということが求められるという、そういう話になるわけですね。ということで、まあ、リアルバーデータですね、がなぜ必要かということをずっとお話ししてきたわけですが、このトレンドはですね、実は2017年に FDA のコミッショナーがですね、えー、まあ演説の中で、これからはリアルワードデータですよ、あるいはリアルワードエビデンス、まあ、それを使ったエビデンス、まあ、そういったものをしっかり使っていくんですよ、という、まあ、そういう宣言をされているんですね。もう世界としてはやっぱりそういう方に、えー、視点が向いているということなんですね。で、まあ、あの理由はまあ今お話ししたようなことなんです。はい。 でえー、ということで、まああの、この第1話の話をまとめますとです、ねまあ、要はその臨床データをやっぱり集積するということが、あまあ、医学研究のために必要なんですねということを、まあ、お分かりいただけたかと思いますで、まああの。診断の客観化ということについては、ですね確定診断のデータ、とから症状とかですね検査の結果ですね、まあ、そういったものが取れないといけないということになります。 それから、まあ、治療法の選択においてはですね、やっぱりその、疾患の、まあ、結果に影響する因子ですね。そういったものは、しっかり取らないといけない。まあ、これはリア、あの、プレシリーズ名実についてもそうですが、えー、それから、ま、当然治療内容ですね。えー、それから、ま、効果判定のデータ。それから、ま、あの、まあ、有害症ですね。まあ、そういった情報。こういったものを、しっかり集めないといけないということになります。 それから、加えて、先ほどの、まあ、あの、プレスカイリア、プレスリーメディストの話の中で出ましたが、やっぱり、その、臨床サンプル、えー、要は組織のデータですね。えー、こういうのもしっかり集めるべきなんですね。えー、これは、まあ、あの対象と、例えばガンだったらガンの組織を集める。 それから、まあ、あの、血液中にもですね、いろんなンチ出てますので、そういったものを集めていろんな分析ができたりします。それから、そういう、まあ、その病気の人のサンプルデータをですね、しっかり集めるということが、えー、まあ、今の医学には必要だということですね。それから、ま、同時にやっぱり画像データもですね、やっぱり集積するのは、懸命だと思うんですね。えー、特に、ま、その疾患の重症度とかは、えー、まあ、画像に現れたりしますし、あるいは、ま、その、 結果ですね、アート化の評価でもですね、画像でその評価できることがありますから、まあ、まずそういったもののためにですね、画像を集めるということも非常にまああの重要だということになります。